刻んでいこうぜ。トラック初戦あるある。寝れねえ。これあるあるです。寝れねえ、マジで寝れなかった。2時間ぐらいしか寝てねえ。怖くない？はい、横にはなっちゃった。ということで、はい、今シーズン 1500m 初戦でございます。やった。今日のスケジュールがですね、10時45分に 1500m 1本走りまして、次約1時間半後かな。かわいいけど 5000m も一応出場予定ではあります。状態なんですけど、前回の動画の流れ見てる人なら分かると思うんですけど、ちょっと腰を痛めちゃってて1ヶ月間ノーポイント。まあ一応ジョギングとかはしてたんですけど。ポイントしたじゃん。はい、ポイントしたじゃん。あれ言うたらもう前日刺激よ。前日刺激だけしかやってないので、まあそうですね、自分の状態の中ではタイムはちょっと見込めないのかなとは思ってます。ただその中でしっかり自分で目標を決めてレースに挑んでいくと、そういう感じですね。4分半切ればまず最低目標って感じ。最低ラインが4分30分。はい、いいね、いいね。今シーズンの目標動画も上がってるんですけど、まあそこでは社会人 PB をトラック種目全部更新していくっていう目標もあるので、 1000m 通過した時点でそこも狙えそうであればしっかり狙っていくと、はい、その 1000m の入りは、その4分21切るには遅くてもラストは持ってる方なので、うん、そうですね、遅くても2分57、8、78ぐらいか。ラスト1周をまあ飛ばしていけばワンチャンあるかなと、うん、初戦なのでちょっと気楽にこんな感覚だったんだなっていうのを思い出しながらしっかり楽しんでいきたいと思う。そうだね。じゃあいっぱい緊張していっぱい楽しんできてください。こちら今日のユニフォームと、はい、いやスパイクまだ迷ってて、まあ、初戦だからスパイク練習もしてなかったんですよ。本当は6月にしっかりポイントを積んで今日へ挑みたかったんですけど、うん、故障をやってしまってスパイク履けない状態だったので、うん、ドラゴンフライか、ドラゴンフライか、はい、もう一個あるのね。これもう一本ちょっとこれはもらい物なんですけど、それは暑さ来て大丈夫なの？ああ分からん。まあ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 困ったろ。黒ネックス、黒ネックスもあるけど、まあ、ワンちゃんこれかもしんない。冗談はさておき、今のところこれです。ちょっと今これからアップいくんで、はい、巻き入れてこっちで感触確かめながら、うん、しっかりアップしていきたいと思います。はい、頑張ってね。頑張ります。楽しみにします。よしきの 1500m 初戦いきましょう。参りましょう。ダッシュでいこうぜ。さあ、ヨシキの 1500m スタート2分前ぐらいになりました。あ、黄色いので分かりやすいですね。左胸に手を置いてる。マジ緊張してんのかな。まあまあ一旦4分半をしっかり切っていただければ、まあそうですね、多分走り自体問題ないと思うんですけど、まあちょっと彼も言ってたんですが、スパイク練習一切してないので、スパイクの履き慣れ感的なところはちょっと初めてなので、シーズンでちょっと心配なところありますが、しっかり走ってもらいましょう。さあスタート前ですね。スタートしました。男子 1500m 競走予選1組です。それでは出場選手を紹介します。中木原君、キーマーゲイン、青木君、日本製鉄教えていよう。福地君、吸引いいね、軽やか。上永君、アクセル TC、 奥村君、JR 東日本一番、竹中君。さあ軽やかに行こう。3分切ると72ぐらいか。しっかり集団で楽しんでもらいたいですね。いよいよ。なんか余裕ある。なんかちょっと周りを見るかのように。355ぐらい、556。めっちゃ遅く見える。スローペースに見える。先頭まもなく 400m です。73、74、75、75ぐらい、ちょい遅ぐらいか。これどんどん前行っていっちゃってんじゃないかな。よしきさん、うん、そう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 、ずんずん前に行こう。いいよいいよ。で500、いいね、いいね。
本当は大和君です。時計 TSP 最初戦闘集団の中にはいるっていう感じですね。めちゃくちゃ楽そうなジョギングしてる大丈夫なの。さあ 700m 通過。先頭はまだ 800m です。800m、 2分26、7。ちょっときつそうなのか楽そうに見えるけど、どっちなんだろう。まあまあ、そうそうそう、楽に楽しく行こう、楽しくね。そうそうそう、さあこの 1500m のクラブ対抗いい練習だと思って、30歳以上ですとか40歳以上ですとか、そういう年齢別の、はじめちゃんの動き悪いって感じじゃないからな、ね。ちょっと上に抜けてる感じはありますが、1970年代生まれからもう単独戦やってる、単独走かなり並べています。3000m、 3分3ぐらい。先頭から出て90円、さあ頑張れ頑張れ頑張れ。さあラスト1周、3分22、3分21。70秒で帰ってこれると4分30切れるね。でもちょっときつそうだね。多分自分の感覚的にきついって刺して、この前にペース進んでいくのはきついっていうことで、自分の守れる3分3っていうところを目指して、でこうしっかりラスト効かせるっていうのが多分今回のよしきのプランで、うん、もちろんちょっときついっていうところはあるけど、まあ、しっかりこの自分の、得意であるラストスパートっていうところもしっかり活かしながら走ってるので、いいのでは。そして2着争い、奥村君 JR 東日本1番。さあ吉木ラスト頑張れ。さあラスト100。さあ余裕を持ちまして、東日本上げろ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 。そう4分をしっかり切るぞ。 OKOKOK、 いいぞ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 。23、24、25、26、27、28、29、 OK 切った、ナイスナイスナイス、切ったね、4分23時切ったね。しっかりちゃんと自分の得意分野でラストスパートしっかり上げて、目標、最低目標である4分半もしっかり切ってっていうところで、良かったんじゃないでしょうか。お疲れ様式ダッシュで行こうぜ。記者会見、いやでも良かったです。まあ最低限の目標はギリ切れました。最低限の目標というのは、まあ4分30ギリだったんで、それはギリギリ切ったんで、それは良かったんですけども、自分的には悪い走りだと思ってなくて、今のベストパフォーマンスをしっかり出し切った上での今日のタイムだったので、全然僕としては良かったです。ただもう通過が3分3の時点で、あ、やっぱり自分の状態ってこんぐらいだったんだっていうのは、自分の想像とレース内容がちゃんとマッチしてたっていうところは自分で評価してるところで、いつもより怖いでしょ。だって結果出してる2人がこう目の前に、めっちゃ怖い。全然気持ち悪いな。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで戦後終わって約1時間半リカバリーして5000メートル行ってきました。みんな忙しいから5000の映像はないんですけど、気温が今34度、暑い中で試行錯誤して走ったんですけど、目標設定タイムが17分30、あの目標にやったんですけど17分50ぐらいかかったかな。まあまあまあ当然の結果って感じですかね。ただね、サボっててこうなってるんじゃなくて、ちゃんと練習した上で、まあ、ちょっと腰を痛めてしまって復帰レースっていう、まあ、タイミング悪い感じにはなってしまったんですけども、まあ、その中でしっかりこう最低限の目標を立てて2レース挑めて、で現状把握できたっていうのは、これから7月8月、まあ、9月、夏の練習をこう積んでマラソンシーズンにこう向かっていく上では全然問題ないかなと、去年の自分の状態に比べたら全然走れてる方なんで問題ないかなと思います。まあ、しっかり、今日の結果を受け止めて、
自信を持って練習積んでいきたいと思います。ということで自分の話はちょっと長くなっちゃったんですけども、ここからは武田のやり投げちょっと見ていきましょう。さあ2投目、目標のちょっと低くね、低いな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。